はいどうも皆さんおはこんばんにちは、タカポンです。ではね、ある程度初級民地入植地初級民地じゃない初級入植地やら何やらかんやらいろいろやって資材集めつつお金も手に入れつつやったので、メインミッションに向かいましょう。もうちょいですね、海の上で始まるんですかね。あ、海の上シークエンス4傷。あ、始まった。悪魔め、一体何が起きた。ケセゴワゼか。遅すぎたか。いや、フレデリック砦は近い。大佐なら持ちこたえられる。よし、聞こえたな。急ぐぞ。新しい目標、モンロのところに向かう。サブ目標、戦闘を回避しろ。戦闘回避か。なんかやられちゃいましてね。で、やられちゃってますね、完全に。この感じは。さてと。俺がいない間、船を頼む。戦闘回避か。てか、ボロボロですね。ようやってくれますわ、ここまで。街がボロボロ。お前ら戦ってる。まあ、戦闘回避しましょうか。回避しろっていうことなので。ただ、スナイパーが怖いんで。まあ、一応注意しながら行くんですけども。この感じはいなそうですね。ここから出てけってね。ここ、まあ、まあそりゃそうやな。私の家だっていうのはそりゃそうやな。うん、ごもっともっすわ。あそこに B ポイントありますね、多分。モンロー大佐生きてますかね。まあ生きてるでしょう。戦ってそうな気もしますけど、でなんか行って援護しろ的なまたなんかなりそうな気もするんですけど、まあまずシンクロっすよ。はい、ということで、あ、やばい。おお、大丈夫か。敵には合わないようにしましょうか。ここから行こうか。もうちょいですね。あと約170か160メートルですね。ここから行こう。あ、危ねえ危ねえ。あ、市民を救出する。最高のタイミングで来てくれたな。お前口開いてねえのにどうやって喋ってんねん。腹話術か。お前人形やな。もう一方のやつが喋ったのかな。ウサギ？ああ。よいしょ。ついでだったんで。モンローを手伝って砦を一掃する。
ちょっとその前にさ、砦に入る方法を教えてくれよ。やばいよ。ここか。イギリス軍の犠牲者が増えちまう。残り9人か。楽勝だわ。ガード崩し。あぶね。砦の周囲でパックルガンを使え。パックルですか、パックルか分かんないですけど。あと2人。え、どう。ああ、勝ったか。そのようだ。だがあの悪魔がいない。主公、君が届けてくる。モリガン号に命令だ。誰に言ってる。私は大佐だ。あんたの軍に属してない。戻るまでの防衛は任せてくれ。あいつは…ケセゴワセ。おお。火薬たるを撃つとガスマスク。あの野郎足早いな。これ人間に使うもんなのか。ごめん、わかんない。距離と速度がわからない。ケセゴワーゼ始末したいけど、ちょっと邪魔や。お前切っといてろ。ケセゴワーゼ優先や。思ってるわ。行って。師団の犬め。裏切り者が俺に勝っちゃったよ。鍛えてやったのに裏切り者。ケセゴワセ。他にも道はあったはずだ。いや、お前は敵だ。アキレスはお前を始末する。彼のしていることは間違っている。何様のつもりだ。テンプル騎士団は崩壊する。そしてお前もだ。モンローは死んだも当然だ。すでにな。どういう意味だ。リアム。うっそ。モンローを助ける。ちょっと待て待て。船着き場に向かった。斧を持った大男が大佐を追っていた。斧を持った大男。なんじゃそれ。いや、なんでもないけど、それは斧じゃない、チェーンソーやな。やばいやばい。早う向かおう。モンローでさ、意外と好きなんだよ、個人的にね。うん、あのキャラが。火が燃え広がる前に消すんだ。大佐が中に閉じ込められてる。誰か大佐を助けてくれ。あ、いた。これ超堂々と炎の中でもこれ歩いてるのがすごいな。アサシンが主公を。リアムか。
取り戻してみせる。必ず。シェイ。こうなっちゃうか。結構好きだったんだけどな、大佐。じゃあちょっと今回はこの辺で終わりましょうか。まさかの展開でしたね。まあ大体予想はしてたんですけど、まあ死んでは欲しくないと思ったんですけどね、モンロー大佐。うん。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。